どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きの絵を描いております。今日はですね、なんか漫画家の仕事をちらっと紹介しようかなと思ってます。で、まあ、漫画家の仕事って意外と有名なんですよね。その意外と有名っていうか、バクマンとか見れば大体わかるよね、みたいなのとかあると思うんで、漫画家の仕事って結構、もう謎がない仕事だと思ってるんですけど、生のものを見ると面白いかなと思って、ちょっとその、こういう感じだよっていうのを見せようと思って、今日はちょうど今やってる作業をちょっと見せようかなと思って、はい。例えばこれなんですけど、こういうのが、こういう分厚い書類の山が、まあ3ヶ月、4ヶ月に1回うちに届くんですよね。で、これ何かっていうと、まあ、要は単行本の印刷見本なんですけど、この出版用語っていうか印刷用語だ。僕もデザイナーだったので、聞き慣れた言葉なんですけど、初稿と再稿と、まあ、参考、試し刷りって言っていいのかな？その、まあ、一回試しに刷ってみたのが初稿。で、初稿は大抵直しが入ります。なんか、ここ文字違うよねとか、ここ、絵が合ってないよとか、そういうのを、まあ、チェックする、まあ、試しにやるやつ。でもほぼ直し入る。で、あとはまあ表紙とかだったら、ここ色違うよねとか、そういうのも見るのが初稿です。初稿は結構基本直す前提ですね。で、まあ再稿、参考とか、そう、2回目、3回目ってするんだけど、多分、その漫画家がチェックするのは初稿ぐらいなんじゃないですかね。その、初稿チェックして、あ、ここ直してください、つって、OK ですって、そこ責任持って直します。で、単行本になるっていうのがほとんどなんで、この状態で多分何度もチェックする漫画家はほぼいないんじゃないかなと思ってます。でも、まあ、多分、その、編集者さんとかは、もう何度か見てると思います。はい。この呼び名がね、難しくてね、その最後の最後の本当に逆にもう直せないよっていう試し刷りもあるんですよ。で、試し刷りの意味ないじゃないですか。その、もう直せないよって言ってるのに、試し刷りするっていうやつとかあって、それ年功って言うんですけど、だから年功ってもう僕デザイナーの時代から思ってたんですけど、何のためにするのっていう、だからまあ年を押すですよね。もうこれで言ってますけど、もう直せませんけど、いいですよね、後で文句言わないですよねって言って、だから多分僕のね予想だとね、年功を直せるんですよ。いや、わかんない。年功、基本直せないんだけど、年功直せんじゃねえかなって思ってないけど、わかんない。気のせいかもしれないです。でも、まあ、一応、クライアントとか、お客さんとか、その、偉い人たちが、おい、これ、ちげえぞって言っても、最悪の最悪の最悪の最悪、なんとかなるのが年功だと思ってるんで、まあ、年功って名前がいいですよね。年を押すという、まあ、デザイナー業界大変なんだなっていうのを察してもらえるネーミングだなと思って、はい。で、まあ、そんな感じで、これはだから初稿ですよ。まだ直し放題というな、直し放題のやつ。はい。これをいただいたらどうするかっていうと、まあ、1ページずつこうチェックして、なんか文字の間違いがないかとか、まあ、絵を直したいところがないかとか、まあ、エレンの場合はニフニさんが作画なので、ニフニさんが見て、ここもちょっとこうしたかったな、みたいなとか、まあ、あと単純にその、なんか、シーンでミスとかあるじゃないですか、この、なんか右手で持ったものが次のコマ左手になってたとか、だからそういうのあると思うんで、そういうのを直したりするのがこの段階ですね。はい。まあ、ちょっとね、中身は多分この、っていうかこれ見せていいのかどうかもわかんないですけど、まあ、多分大丈夫なんで見せちゃってるんですけど、まあ、別にこの動画自体を主演者の人は見てないと思うんで、大丈夫かなと思ってるんですけど、まあ、こういうやつですね。これ、あんま見せると本当にダメかもしれないけど、大丈夫だよね。まあ、怒られたら消しますんで、まあ別にそんなに企業秘密的なものはないと思うんだけど、こういうやつですね。はい。で、中身をそんなにたくさん見せると、なんか怒られそうなので、なんか、まあその説明のためにね、ちょっと見せますけど、こんな感じで、こう上にページ数が入ってて、左右にこの情報が入ってて、なんかちょっと良くないですかこれ。なんか漫画好きだと、そのちょっと欲しいなとすら思う感じですよね。自分が好きな漫画のこういうのちょっと欲しいですよね。こういうのをなんか、プレゼントとかにね、したらいい気がするんだけどなっていう感じで、こうやってもう、
結構ね、だからこれあるあるなんですけど、これ見るのがね、すげえ大変っていう、これこうやって見るから、なんか指切りそうになるんですよね。っていう、まああるあるもあります。はい。でも、基本的にこの作業って結構楽しくて、なんだろうな。ジャンププラスの使用上、あれ2週間しか最新は見れないじゃないですか。で、単行本化されてない回を、見ようとすると、その仕事上見ることは多いんですけど、あのシーンってどんなこと言ってたっけなとか、まあ単純にちょっと、最新話書くにあたって助走つけたいというか、最近の話を見たいみたいな気分になるんですけど、その時に見る方法って、ニフニさんが書いてくれた、その、チェック用原稿か、LINE でやり取りしてるんですけど、LINE で貼ってある、ニフニスさんが上げてくださった状態のまだテキストがセリフが試しの文字しか入ってないやつとか、なんかかあるいはその編集さんが送ってくれた初稿のデジタルチェック、これねちょっとややこしいというか、ご存知ない方が多いと思うんですけど、ジャンププラスってデジタルアプリで読むコミック漫画じゃないですか。だけど入稿があるんですよ。入稿ってその印刷所に入れることなんですけど、でも結局エレンって単行本になるから印刷所に入れるんですよ。で、印刷所で写植と言って文字入れてもらうんですよ。だから結局あれ入稿があるんですよ、デジタル漫画も。だから本当に他の雑誌の連載と同じように印刷所間に合わないから急いでくださいとかがあるんですよね、デジタルって。だからなんかデジタルだから締め切り融通ききそうと思うかもしれないけど、実は逆でデジタルの方が締め切り早い説もあったりして、だから入稿があるから初稿があるんですよ。初稿はデジタルデータなんです、その場合。単行本になる前はこれの初稿、紙の初稿を見るんですけど、毎週のチェックはデジタルデータで、もそれこそ PDF とかで送られてきたのを初稿として見るんですよ。ちょっと不思議な、なんかね。で、その初稿とかが LINE で溜まってるんですよね。だからそれを、まぁ、ちょっとね、スマホがないと思ったらスマホ、まぁ、でもわかりますよね。その PDF で送られてきて初稿チェックっていうのがあるんですけど、だから要はそれをこう見るしかない。何の話かっていうと、こう続けて見れないんですよ。その、1話ずつこう PDF でもらってるから、続けて読もうとすると、まぁ、ちょっとその PDF 開き直すとかがあるじゃないですか。だから、通しで読める最初の機会がやっぱこれなんですよね。だからすげえ楽しいんですよ。読んでて、あ、この流れいいなとか、やっぱりね、どうしてもこの1話ずつで考えてるんだけど、通しでやっぱ考えてる部分が大きいんで、そこを見るのが楽しみですね。だから狙い通りここスムーズだなとか、例えば、普通、この、左ページ始まりなんですよね。右ページは、こういう、なんか、何もなくて、こっから始まって、っていうのが、漫画のルールだと思うんですけど、ジャンププラスは、ね、もちろんデジタルなんで、そこの融通は効くんですよ。だから、つまり、どういうことかっていうと、これ、ある回の、冒頭なんですけど、右ページ始まりにしてるんですよね。だから普通の雑誌だとありえない構成なんですよ。だから最初のページからこう見開き使えるみたいなとかあって、でこれなんでやってるかっていうと、見開き使いたかったっていうのはもちろんあるんだけど、それよりも結構オーディションの期待値がこうバーッと高まってる回だったから、単行本にした時にページ切りたくなかったんですよね。だから前回の終わりページがこういうのだったんだけど、これで、岸あかりの控え室の様子を描きつつ、時同じくして、これですっていうのを出したかったから、余白を入れたくなかったんですよ。余白ってなんか、単行本でなんかおまけページとかあるじゃん。そういうのを入れずに、そのままやりたかったっていうのとか、だそれも考えてネーム切ってるんで、逆に空いてる時は、ここは一旦呼吸を置きたいっていうので開けてたりするんで、結構ね、だからまあ理想を言うけど、単行本で読んでほしいんですよね。単行本が完成品だと思ってるんで、やっぱり、
単行本で読んだ時に一番気持ちいいリズムというか、まあもちろん話ごとに読んで話通じなかったら意味ないですけど、まあとかはすごい意識してるんで、結構その単行本が完成品っていうのは、しつこくずっとアピールしていこうかなと思ってます。はい。あとはですね、これもね、ちょっと見していいのか怪しいんだけど、私の多分独自の、社会人経験から想像するに、確認しなかったら、OK な気がするぐらいの感じで、OK だと思うんですけど、この単行本の表紙です。17巻。もう、このビジュアルは多分出ると思うんで、まあ大丈夫かなと思うんですけど、だからこの何の説明をしたいかっていうと、こうやって試しで、色張りを出してるんですよ。で、これどっちがいいですかっていうのをこうやるんですけど、どっちがいいですか？なんか、これを選ぶのは結構毎回楽しいんですけど、これでね、2バージョン。まあ、あんまりアップして見せてない理由は、本当に見せていいのかちょっと不安になってきたっていうので、あれなんですけど、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、はい。これでどっちの色になるかは、お楽しみにという感じです。だから、私のお家には、毎回ボツになった方の、世界に多分3枚ぐらいしかない、ボツになったバージョンのカバーがこうストックされてるんで、それをいつか、お金に困ったらヤフオクに出そうと思ってます。嘘です。細かいとこなんだけど、半ズレっていうのがあって、半ズレっていうのは何かっていうと、この色、こういう本って色ごとにするんですよ、説明がむずいんだけど、CMYK っていう、4色の分量の掛け合わせで印刷物ってこう再現されてるんで、それの CMYK の版を4回、吸ってるんですよね。で、それが、版がずれることがあるんですよ。ずれるって言っても本当に些細にずれる。で、些細にずれるとどういうことが起きるかっていうと、色が濁るとか、なんかそういうことが起きるんですけど、今たまたま、この、半ずれしてますね、これ。これは多分ね、特色の青が半ずれしてるんだけど、これ映るかな？この、ちょっと細かすぎて、ピントが合わないかもしれないけど、まあ、こんな感じで、単行本っていうのは、作者はまあチェックするぐらいなんですけど、デザイナーさんとか印刷所の皆さんとか編集さんとか、そういう人がみんなで力を合わせて作ってる、ものになるんで、まあやっぱりね、その構成的にも物語のなんか見せ方的にも、まあ原作者としてもやっぱり単行本がやっぱり一つの作品完成形だと思ってるんで、まあ一番早く読めるのは連載です。でも、完成形を楽しめるのは単行本と僕は思ってるんで、まあ、Kindle もね、もちろんそうです。Kindle でも同じ流れが見れるんでいいと思うんですけど、まあ、単行本、Kindle、ぜひ買ってほしいなと思っております。はい。てな感じで、今日は漫画家のお仕事を、まあ、皆さん知ってるだろうことを、ちょっと細かく説明してみました。もしちょっと面白いなと思ったら、グッドボタンとか押してもらえると、あ、じゃあこっち系の動画また撮ってみようかなとかいう気になるんで、もしよかったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、単行本、そろそろ17巻出る気がするんで、8月に出ると思います。楽しみにしててください。それでは、さようなら。